ダウトフルサウンドの典型的な眺めダウトフルサウンドはニュージーランドの南東の南西端にあるとても大きくて人目を引くフィオルドでありより小さいがより到達が容易なミルフォードサウンドの近くにあるダウトフルサウンドはニュージーランドの観光地としてミルフォードサウンドに次いで有名なフィオルドであるダウトフルサウンドはジェームズ・クックによってダウトフル・ハーバーと名付けられた彼は ほによって後悔できるか否か不明確だったのでこの入り絵には入らなかった。その後、歩げ人やアザラシ漁師によってダウトフルサウンドと解明された。アレッサンドロ・マラスピーナによって指揮されたスペインの科学的な調査隊が新しいメートル法を確立するための努力の一環として振り子を使った重力の測定実験を実施するために 1793年2月にダウトフルサウンドを訪れた。調査隊の士官たちは特徴のある場所に名前を付けながら、この入り江の入り口と前半部分の初めての海図も作成した。フェブレロポイント、バウザ島とニーコ島、ペンドロリーチとマラスピーナリーチといったこれらの名前は今日、ニュージーランドの地図上でスペイン語の名前だけが集まった得意な地域を作り出している。 ダウトフルサウンドの位置、ダウトフルサウンドには、三つの独立した入り江があり、そこにはいくつかの大きな滝がある。有名なものとしては、ディープコーブのヘレナ滝、そして600メートル以上の落差のあるブラウン滝がある。入り江の険しい崖は、雨季に現れる、多数の滝で名高い。この入り江へ行く方法は、海か、または、マナポーリ発電所からのウィルモット峠の道かの、 いずれかである。しかしながら、ニュージーランドのこの地域は、人口と同様に道路網がまばらか、あるいは全く存在しないので、入江そのものの大部分の地域は、海からしか近づけない。元ニュージーランドの総督第10代コブハム施策チャールズ・ジョン・リトルトンが、フィヨルドランドのこの部分について、次の通り記している。ダウトフルサウンドは、 混ざり合わない二つの別個の水の層を含んでいることが普通とは異なっている。上層の数メートルは周囲の山々から多量に流入する淡水である。この下には冷たくて重い海からの塩水がある。これら二つの層の屈折率の違いが光の透過を困難にしている。この結果、この入り江の比較的浅い水深に多くの深海生物が生息している。 このフィヨルドは半導イルカの最も南に住む個体群のうちの一つの生息地である。この個体群は約50匹と小さく過去数年間で激減している。観光船がこれらのイルカと交換できることもしばしばである。またこのサウンドはかつて捕鯨とオットセイ漁の拠点であった。その結果、クジラもオットセイも数が激減したが、オットセイの数は 順調に回復しており、クジラの目撃記録も若干ながら増えている。ダウトフルサウンドで見られる他の野生生物としては、ニュージーランドオットセイや小型ペンギン、キマユペンギンが挙げられる。ダウトフルサウンドの水域は、魚類、人で、イソギンチャクそしてサンゴを含む、豊富な海生生物の生息地ともなっている。この入り江は、普通は深海に生息するところを、 常とは違って、旋回に出来上がった黒サンゴの軍隊でよく知られている。上から見たディープコーブ、マナポーリ発電所の放流口の近くよりダウトフルサウンド内の入り江である。ディープコーブはマナポーリ発電所の放水トンネルからの水の放流場所である。ディープコープはフィオルドランドの他の場所と同じように独特で大部分が手付け数のままの状態にある。 ここは元々から真水の流入が多い地域であるとはいえ、この放流は環境に影響を与えている。ありがとうございます。